アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、アンドロージー1月号の付録を開封していきたいと思います。まあ、アンドロージーといえばやっぱり豪華な付録、そして豪華な付録といえばアルティザン&アーティストのポーチかなと私は思うんですが、今回もですね、こちら柄は以前付録についたポーチと同じなんですが、本誌メイクポーチ付録史上最大サイズのポーチということで、完全にこのポーチに気を取られていて、今撮影しようと思ってふとね、この本誌表紙を見て、カバーマークのフローレスフィットのね、トライアルサイズがついていることに気がついたんですよね。ごめんなさい、私これがついてることすっかり忘れていて、普通にメイクしてきてしまったので、もうファンデーションの方は手元で簡単にだけねレビューしたいと思います。今日はポーチメインのレビューということで、過去に付録でついてきたアルティザン&アーティストのポーチだったりとか、今私が使っているポーチなんかも紹介していこうと思います。じゃあ早速ですね、付録こちら、じゃじゃん。まずこっちがファンデーション、オープン。え、これ原品サイズぐらいあるんじゃないんですか。これがね、FR20 番というカラーだそうで、そのまま見るとなんか私が使うとちょっと赤黒くくすみそうなカラーだなと思うんですが、カバーマークのファンデーションって実際つけてみると結構色味違ったりするので、軽く手元だけなんですが色見せていこうと思います。アイカチャンネル。形状はほんと練りファンデこんな感じ。あ、すごい滑らか、クリーミーですね。少量で良さそう。さっきの量くらい取ったらほんとべったりっていう感じなので。でもめちゃくちゃ滑らかです。クリームファンデって伸ばすのが難しい印象だったんですが、一旦取ってこう乗せちゃうと、もうあとはリキッドファンデぐらいスルッと伸ばすことができます。お色もね、なんか想像してたより全然赤黒くないというか、むしろ私が普段使っているファンデよりちょっと明るく見えるくらいかなと思います。これせっかく量があるので、私また普通に使ってみて後日使用感お伝えしようかなと思うんですけど、ファーストインプレッションだけお伝えしておくと、結構クリーミーで伸ばした後ツヤっとしてたから、肌表面ペタペタしてるのかなと思ったら、割とサラッとというかしっとり感はあるんですけど、ペタペタくっつくような感触がないんですよね。なのでこれだったらお粉なしでもいけそうだなと思ったので、冬場お粉使っちゃうと粉吹いちゃうとかね、乾燥気になるっていう方はいいんじゃないかなと思いました。そしてもうカバー力はやっぱりカバーマークのファンデーションだけあって、がっつりカバーしてくれそうです。まあ、このあたりがね、全顔使った時にしっかりカバーはしてるけど、そこまで厚ぼったくないとか、どこまでね作り込んだ雰囲気に仕上がるかとか、そのあたりは手元だけだとちょっとわからないので、また使ってねチェックしてみようと思います。というわけで、もうファンデーションに関してはね、すみません、さらっとのレビューなんですが、早速ポーチのレビューをしていきたいと思います。こちらです。じゃーん。まあ、最初なのでね、潰れて入ってるからこんな感じなんですけど、これはかなり大容量だと思います。じゃあ比較していく前に、まずはこちらの縫製とかね、中のデザインなんかをチェックしていきたいと思います。肝心のファスナーはこの2つ持ち手がついてるタイプで、この両サイドに引き下げて開けることができます。で、全開にするともうこのお尻のね、待ちの布のギリギリのところまで下げることができるので、まあ、かなりガバッと口を開けられるなという印象です。そしてね、中がパープルなの、これ可愛いなと思いました。ちょっと穴スイチック、ここにね、なんかリップとかさせそうなちょっとしたポケットと、こっちもフラットポケット、さらにね、反対側もうここ仕切りになってて、ちょっとした小物が入れられるようになっています。こっちは特に仕切りとかないんですけど、ここにメッシュのポケットがついています。なのでここだと細かいものたくさん入れててもメッシュのところから透けて中身が見えるので、まあ、コンタクトだったりとか、まあ、お泊りだったりね、サンプルサイズのスキンケアとか、そういったものを入れておくといいのかなと思いました。そして一箇所気がついたのがね、これ好き嫌い分かれそうなんですけど、この真ん中の仕切り、ちょっと見せ方難しいんですが、完全にそこに縫い付けられてるわけじゃなくって、指が通ってるの分かります？これ下に隙間があるんですよ。全開にした時にサイドのここにも隙間があるので、あんまり細かいものをそこに入れて全開にしちゃうと、もしかするとここからね飛び出したりすることがあるかもしれないなというふうには思いました。まあ、ちっちゃいものじゃなくても、例えばペンシルのものとかをそこのところに、まあ、これブラシですけど、こういう形で入れちゃった時にここからねニョキッとこんな感じで出てくる可能性はあるので、できるだけ下の方はちょっとどっしりとしたサイズのあるものを入れてあげた方が安心かなと思いました。で、今ねこうやってざっとこう触りながらね紹介してただけでも、ほんと中の縫製が綺麗でね、びっくりしました。
こことか綺麗にパイピングしてくれてて、いつも言ってるように、まあ、服じゃなくってこういう小物系の縫い目なので縫い目大きく感じるかもしれないんですが、全然目が飛んだりはもちろんないですし、これはちょっと個体差あるかもしれないんですが、ファスナーの滑りですね、それもまあこういうカーブのところでちょっと止まるくらいで、あとは非常にスムーズかなと思いました。うん、これね、縫製はいつもいいんですけど、中の仕切りの作りもとっても凝ってますし、アルチザン&アーティストのポーチがつくたびに私これが付録なのすごいって言ってるかもしれないんですが、今までで一番これが付録はすごいなと思いました。いいですよね、同じブランドのポーチつけてくるけど必ず前回を上回ってくるっていうのはね、なかなかやっぱりできることじゃないと思うので、まあ、アンドロージーさんが頑張られたのか、アルチザン&アーティストさんが頑張られたのか、はたまた力を合わせたのかはわからないんですけど、私はすごくいいなと思いました。で、これと同じ柄のポーチというのがこちら、以前付録についていたものなんですけど、これもね結構形変わってたんですよね。見ていただいたらわかる通り正方形なんですが、とってもこちらは薄いタイプのポーチです。こんな感じで、これも全開にすると実は口はしっかり開きます。そしてね、まあ、奥行きがあるのでいろんなものをこう立てて収納することができるんですが、まあ、最初はね、まあ、面白くていいなと思ったんですけど、しばらく使ってみて、私はねやっぱり奥にあるものがちょっと取り出しにくく感じたりして、なんと私こちらパソコン関係のケーブルを入れるのに使っていました。ここにねゴムがついてて、間に物が挟んだりできるようになってたので、ここにね Mac のマウス入れるとぴったりだったんですよね。閉じるとすごくスリムなので、それはそれで重宝してたんですが、まあ、持ち歩く機材が多すぎてだんだんこれではね足りなくなっちゃって、その後出番はなく保管していました。これの前にですね、付録についたのがこちらですね。これは無地なんですけど、これほんと使い勝手良かったです。見た目ねそんなに傷んでる感じないと思うんですが、こちら結構な期間ね物が多い日のメインのポーチで使ったりとか、見た目以上に収納能力があったので旅行の際もこちらを使ったりしていました。でこれはねシンプルな見た目と、この中のショッキングピンクのねコントラストがすごく可愛かったんですが、まあ、ブラシをね入れるホルダーがついてるのが私はいいなと思いました。そしてこっちですね、アルチザンの名物というか、こんな感じでビューラーをね入れることができるんですよね。まあ、ビューラーってやっぱり形も変わってますし、どうしても幅を取るのでポーチによってはすごく収納しにくいツールの一つだと思うんですが、これねこんなに薄いのにパレットとかですね、そういうものをパンパンに入れててもなぜかちゃんとねこうやってファスナーが閉まるんですよね。めちゃくちゃ計算された形なんだなと思って感動したのを覚えています。こちらのポーチはこのファスナーがゴールドだったんですよね。なのでこれもアクセントカラーになっていいなと思って、とっても活躍してくれたポーチです。そしてもう一つ、これはね付録じゃなくって、私の旅行動画にもよく出てるんですが、新宿伊勢丹で購入したアルティザン&アーティストの、まあ、普通に販売されているタイプのポーチですね。付録もすごく作りしっかりしてて縫製もいいんですけど、やっぱり付録を触った後にこれ触ると生地の感じがいい意味で柔らかいというか、薄いんじゃなくてちょっとしなやかっていうのかな。そして、まあ、ミシン目もね付録でももちろん目が飛んだりはしてないんですけど、もっと細かくって、まあ、当たり前なんですが、やっぱり販売されているものと付録って違うんだなっていうのを感じることができます。でこれはねちょっとスペーシーで中がシルバーなんですよ。ここがかっこいいと思って。でこちらのポーチもここにブラシホルダーがあります。ポーチ自体のサイズがねこっちの方が大きいので、これは結構長いタイプのブラシでも収納することができました。で反対側はこんな感じなので、本当にさっき紹介した中がショッキングピンクのポーチの、まあ、大きい版っていう感じなんですが、ブラシ側の収納が完全には開かないデザインになってるんですよね。まあ、何か理由があってのことなのかもしれないんですけど、これもめちゃくちゃ使いやすいんですけど、まあ、どこか一つ改善してくれると言われたら、私はこれがね一番下までファスナーが下がるようになってくれたらもっと使いやすいかなと思いました。でもこれもね収納力すごいですね。で戻ってきて今回の付録がこちらなわけなんですけど、まあ、サイズ的に比べると私こっちの方が大きいように思ってたんですけど、重ねてみるとほぼ一緒なのかな。なので長期の旅行とかでメイクアイテム一通りっていうよりは、チークとかアイシャドウもいくつか持っていくっていう時でも収納できると思います。というわけでね、恒例のどれだけ物が入るかをチェックしていきたいんですが、何入れようかな、まあ、ほんと適当なんですけど、例えば、まあ、下地とファンデーションですよね。そしてハイライト、お粉、
それからマスカラですね、ビューラー、そしてリップ4本ぐらいいっちゃいましょうかね。それからアイブロウパウダーに部分用の下地、そしてアイシャドウベース、パレットもね、せっかくなので大きいやつですね、2つ入れてみたいと思います。そしてチーク、あと最近珍しく保湿用のミストも使ってるのでこちらも入れます。それからペンシルアイライナー2色、アイブロウペンシルとアイブロウマスカラ、まだ全然入る、何入れよう。 あとコンシーラー忘れてた。それから香水なんかも一つと言わずね、2、3個入りますね。まあ、まだいけそうだけど、これで蓋してみます。はい、こんな感じでセットすることができました。ほら、街もね、ここまで広がるんですよ。とりあえず今回入れたものの点数数えていきたいと思います。まあ、サイズにもよるのであんまり参考にならないかもしれないんですけど、一応ですね、はい、ペンシル系が 1,2,3 本、大きいパレットが2つ、 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 でカラコンですね、25,26点でした。パレットね、この大きさのものだったので、まあ、普通サイズというか、まあ、大体これの半分くらいかなと思うので、それだったら4つは余裕で入るかなと思うので、まあ、本当海外とかの長期旅行でいろんなパターンのメイクしたい時でも対応してくれると思います。じゃあ今メリットをお伝えしたので、逆にデメリットに感じたことですね。最初にも言ったように、こういう隙間があるので、どうしても大きいものからこう縦にして入れていってたんですよ。マスカラとかコンシーラーですね、こういったものを刺して使うようなホルダーがないので、こういう感じで横にして入れるか、他のボトルと合わせて縦に入れるかということになるんですが、最初詰めちゃう時は本当隙間にこういう感じで刺してもいいと思うんですけど、実際取り出して使っていくと、まあ、安定感はもちろんないので、結構ポーチの中がぐちゃぐちゃにはなっちゃうかなと思いました。でね、これがやっぱりこう、 うっかり底の部分に行っちゃうと、どうしてもここからね出てきてしまうなんてこともありえると思うので、細長いこういったものの収納がちょっと難しいかなと思いました。こういうのはしばらく使ってみてね、自分のこう使い方の癖っていうのかな、そういうのに合わせて収納の仕方をね変えていくようになるとは思うんですけど、初めてね今回物をたくさん入れてみた感想としてはそんな風に思いました。まあ、なのでこちらはね、ブラシホルダーついていません。私みたいに旅行の時にブラシを大量に持ち歩く人は、ブラシ用のね他のポーチだったりとか、ブラシホルダーが並んでてこうぐるぐるっと丸めて持ち歩けるようなものとか、そういったものにセットして持っていかないといけなくなるんですが、ポーチのサイズ自体は非常に大きいので、例えばこういうトラベル用というか軸が短いブラシですね、こういうのをメインで使われている方だったら、他のポーチにブラシを入れて、そのポーチをこの中に入れるという方法でもいいのかなと思いました。アイカチャンネル、はい、こんな感じでね、今回の付録のポーチレビューしてみたんですけど、最後おまけ的に私が今使っているポーチを紹介しておきたいと思います。まず普段の持ち歩きですね、こちら前もちらっと紹介したんですが、マックのノベルティでいただいたポーチです。結構マチもあって、中にほんと仕切りもない、かなりシンプルなポーチなんですけど、このチャームもね、生地もほんとクリスマス感漂ってるので、やっぱり今の時期に使いたいなと思ってこちらを持ち歩いています。で、今ね持ち歩き結構普段より多いんですよ。お直し用にこのスックのファンデーション、これはね週のお粉だったりとかいろいろ変わるんですけど、今日はこれが入ってましたね。あとこの前ドゥラメールのアドベントカレンダーに入っていたこのスースーするリップトリートメントですね、これ病みつきになってるので入れています。それからあとこのシューのペンシルコンシーラー、これはねリップ塗り直したりするときにちょっと口角に使ったりとか、まあ、朝カバーしてたけど夕方に浮いてきちゃったちっちゃいシミとかをカバーするように入れています。そしてリップはほんと日替わりなんですけど、今日はシューのパンプキンバズと、それからスックのね海外限定のやつですね、ベルベットリップの102番、こちらを入れていました。それから最近なんかねインラインがすごく取れやすいので、ペンシルタイプのジェルアイライナーを1本入れるようにしています。今日はねアンプリチュードのものを入れています。そしてこれポール&ジョーのアドベントカレンダーに入ってたネイルオイルですね、まあ、ネイルオイルは必須なので持ち歩いています。それから、まあ、病院で出してもらった目薬と替えのコンタクトですね、っていうのが最近の私の持ち歩きポーチです。そして私のね後ろにたくさんコスメあるんですけど、めちゃくちゃ急いでる時に、まあ、それぞれアイテムで収納してるので、別のとこからコンシーラー、ファンデーション、アイシャドウとかって取るのが面倒なので、もうババッと化粧したい時用にこのポーチに一応メイクできる一式をセットしています。これもねこの前雑誌の付録についていたマリークワントのポーチなんですけど、マリークワはね多分私世代の人は中高生くらいの時に憧れたブランドなんじゃないかなと思うので、私もね買っちゃいました。
これもねちょっとレビューする機会なかったんですけど結構しっかりしてます。2段になってて上がねこんな感じ、ブラシとこっちにメッシュのポケットがついてるのでマスカラとかアイライナーとかをこっちに入れるようにしています。そして下の段を開けるとここがもう大容量で、ほら結構この蓋のとこに厚みがあるのでここより高さがあっても蓋を閉めることができるんですよね。なのでもうこれは本当にチューブとかボトルのものを縦にして入れて大きいパレットを横に積み重ねて、で隙間に小さなシングルアイシャドウとかそういったものを入れています。これはね本当に大容量でいいんですが、1点だけここ改善されてたらよかったなと思ったのが、下の段はファスナー両方開くんですよ。ただ上の段ねこっちだけなんですよ。で1個でもいいんですけど、私この向きが逆の方が良かったなと思って、でなぜかというとねブラシホルダーこう刺すんですよね。でもファスナーがこうなんですよ。ということはここでねブラシの毛を噛んじゃう可能性があるんですよ。なのでここ閉めるときは、まあ、机に置いたらこのブラシの毛がここからはみ出ないように押さえておいて慎重にファスナーを閉めなきゃいけないっていうのがちょっと手間に感じちゃって、ここもね両方からファスナーを開閉できるか、もしくはこっちからこっちに閉めるようにしてくれてたらもうちょっと楽かなと思いました。そんな感じです。というわけで今回はアンドロージー1月号の付録アルティザン&アーティストのポーチにフォーカスして過去の付録ポーチと比較したり、そして私が最近使っているポーチもまとめてご紹介しました。今年もね本当いろんな雑誌でポーチって付録についたと思うんですが、皆さん何か気に入ったポーチとかありましたか？もしくはこれすごく使いやすくてずっと使っていますっていうポーチあればね、ぜひコメント欄でシェアしていってください。最後に今日のメイクです。今日はねまたちょっとメイク練習いろいろしていて、メインはMACのピグメントのメロンを使っていました。そしてリップは大好きなボビーのリュクスジュエルリップスティックのタヒチアンパールを使って上からマックのリップガラスのクリアを重ねていました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。